間に合う？オッケー？時間は？何時今？いやようここまでやった。初デスク。あ、そっち？こっちじゃないの？放送当日なんでしょ？500カット。なんとかなりそう？やっぱ最終手段使う？ブルンブルン。すげえな。またこんなんだよもう。仕事人やなみんな。何言ってるか全然わからん。みんなすげえ。スーパーエフェクター。おおおお、私も。みんなで作る。苦手な瀬川さん。頑張れ。ふ？ああ。ん？タップ張り。あんな張るので。おお早い。おいおい本気出しとる。おお、サンキュー。ありがとうございます。
くね。よかったな。で、本当山頂これ断片的にしか見てないのに、これも気持ち入るもんね、なんか。焼きプリ。女子 C。いや、頑張れ、ズカちゃん。ダビング DP。マネヒツグミ。うん？あ、まずい。やばい。な、え？いや、やってることはわかるけど、いいのそれ。いや、正直やるよ。俺もなんかコーヒーとかでやったよ。わかるわかる。よかったな、できる範囲ので。よかったね。うん、楽しみだね。ああ、取り上げたのね。ブロッコリー。えらいこっちゃ。宮森が持ってく。いつもこんな。ワイルドカード？なんだ？いい空。うん。終わった。カンパケ。おー、よかった、よかった。いやー。
めでとう。でワイルドカードって？いやよかったな。あお疲れ。どんだけ苦手なんだよ。うん、でこっから？うん、神戸。うん。うん、新潟。広島。なんだ？え？ちょ、もっと大事にして。なんだこれ。バイクかっこよすぎだろ。いやいやいや、だからさ。法定速度守ってよ。いやー、最後の最後までヒリヒリすんな。あーあー、ぶねー。頑張って。え、あ、テープ、あ、な、それかよ。なんで持ってんの。いや、頼むぞ。うん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 、本当頼むぞ。本当？ガムでも買って。ブラックブラックとか。お、着いた。まずは1軒目。徐行、徐行、まだ徐行。やだ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 、もうこじ開けていけ。え？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 ほ、法定速度は？え、だ、だ、大丈夫？いや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 、追われてる追われてる追われてる。おわ、おおお、いや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 、おかしいおかしい。ちょ、で、で、電車追い越してる。これどういうことなの。いや、後ろ後ろ後ろ、にっこりじゃなくて。え、どうなってんの。いや、だからさ、警官もすげえな。バカじゃねえの。テープは大丈夫。くたばらないで。届けて。頑張って。お疲れ様です。どういうとこなのよ。うん、おおおお、おいおいおい、警察は？いや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 、な、7キロ8年、音速の貴婦人、お久しぶりです。え、何、長い付き合いなの。オーバーしてんじゃん。7キロどころじゃねえだろ。やっぱ走れ走れ。うんうん、よくあるやつや。走れ、頑張れ。お前にかかっとるで。ヒリヒリすんな。走れ。
頑張れ、疲れてるだろうけど、あ、そうそうそう、そのぐる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 。あ、頼む、みんなで作ったアニメを。今は走れ。みんなで作った、頼む。あ、あ、見てきた、間に合う、 OK。 時間は何時今、いけいけ。ああよかったよかった、頼むよ、どうかどうか。オッケー。寝た？あ、なんとか耐えてる。お疲れさん。あ、よいしょよいしょ、うん、おう。ロリロロ。ない。新しいの買ってきて。お疲れさー。宮森、また走ってる。結局どうなったん？さっきゴールドだったよね。うん、なったなった。何を言ってるの。おいおい、最後だ、頼むぞ。いや、きっとしょって立つよ、本当に。てか、どうなってんの、スポットライト。お疲れさーん。あの、メガネで笑ってしまう。勝負服着てるし。飲んでるし。そうだな。
いやアニメっていいな。いやー決意表明。おめでとう。飲んでる、めっちゃ飲んでる。いやーずかちゃん。もうその二人いいよ、ここにいます。いやーこのカタルシス。あーいやすげー作品やった。撮りすぎだろ。おゴッド、どうも。あ、また間違えられてる。イデポンコンビね。いやー、ほんと面白かったな。こんなにキャラ覚えられんのかと思ったけど、みんなやっぱね、いいキャラしてた。あれ？お酒入るとあんな感じ。瀬川さん、大丈夫っすか？え？勝負服決めちゃうなんか。いや、いやーようやりきった。お？ツーピース、さ、さん、うん、限界集落。え、それが劇場版なの、まさか。え、そうなのよ、そうなのよ、よかった。うんうんうん、間違いない。マジで。あーやっぱ最後はこれだよね。わ、1話だ。す。いや、いや、ほんと抑えるべきところを抑えてるアニメだよね。なんだこれ。ドーナツ咲いた。宝船。すげえ。いやー、いつかできるさ。おー、全然違う。いやー、100点満点、素晴らしいアニメだった。まだ劇場版あるけどね、まあ一旦これでアニメがおしまいということで、キリね。え、で、何？ツーラインって言った？その場合どうなんの？デスクとか。今までそういうのなかったからさ、システムがまだ分かんないよね。デスク2人置くってことなの？そうなると誰？平岡？太郎じゃねえだろ。いやー、でも見た甲斐あったわ、本当に。まあ、まだ劇場あるんだけど。あるんだけど。だこの白箱をだいぶ前から聞いてて、これ見たらアニメ感が変わるみたいな
情報は入ってきてたから、いやどんなもんなんだろうなと思ったんだよね。ハミに見たいなと思う。いや確かにこりゃ変わるわ、うん、だこれを経てのだガルパンとかもまた見たいね、うん、あの戦車の CG の感じとかさ、いや本当全部のアニメの見方が変わるかな。最近あのリアルタイムで見てる作品、他の作品とかもなんかそういう目線がこう生まれ始めてるもん。あ、この作画大変そうだなとかあ、音響いいなとか、いやーほんと面白かったわ、うん、いろいろあったけどね山あり谷ありだったけど、うん、ほんと見たかやった、楽しかった、うん、でちょっと一旦今日はここで切って、また見返してから日焼けて劇場版に行きたいと思います。じゃあ一旦アニメ締めということで、今日のカズマックスのアミュレーション、白箱の第24話遠すぎた納品でございました。次回劇場版白箱でまたお会いしましょう。じゃあね。